松岡聖吾です。鈴木かんちゃん、まあ私はずっとかんちゃんかんちゃんって言ってきたので、この後かんちゃんと呼ばせてもらいますけども、鈴木かんのイメージ、活動性、それから私だけが知ってるかなと思うようなエピソード、その他いくつか話してみたいと思いますね。彼がですね、最初に私のところに来たのが、私が、インターネットストラテジーという本をダイヤモンド書から出した直後だったんですが、ガンちゃんはまだ当時は通産省、今の経産省の課長補佐になったかならないかの頃だったと思いますけれども、興奮して、来ました。でその本は、慶応大の金子育代と IIJ を村井淳と一緒に作った吉村君と私がインターネットができて間もない頃、まだそうですね、ネスケとかモザイクなどが騒がれていた時代だから相当初期なんですが、インターネットというものはどういうものかというのを結構余すところなく話したもので、かんちゃんはですね、これすごいすごいと、もう世の中絶対これですよねというようなことを言ってました。まあ、最近アメリカにリクルートからですね、子会社の社長から、アメリカに行って、企業ベンチャーを起こすことになった須藤君っていう、彼は快適という会社を起こすんですけどね、彼はそのネットのエキスパートなんだけれども、そのやはりインターネットストラテジーを読んでいて、いや松岡さん、あの中にも何でも書いてありましたねと、お財布のことからウイルスのこと、それからウィキペディア、ブログ、いやフェイスブックのこともあれ書いてありましたよねっていうぐらい予言的な本だったんですね。まあ、今絶版なんで読む人はいないでしょうが、まあ、そのぐらいのことは我々は予想しました。で、まあ、全てそうなったと言っていいと思うんですが、それをかんちゃんは見抜いたんですね。で、いや随分勘のいいお役人がいるもんだなと。まあ、大体役人って頭はいいけれども勘は悪い、あるいは実は人に迎合して見せるようでいて全然迎合しない勝手なことをするという中でですね、まあ、その日以来かんちゃんは、まあ、ある意味では私に対しては少なくともこう一貫したリスペクトを持って接してくれたんじゃないかと思いますね。まあ、それからいきさつをずっと話すと長いから端折りますが、ある時にまあドロップアウトをしたんですね。そのドロップアウトした時期というのは加藤秀樹がジャパンイニシアティブ構想日本というのを立ち上げる時に、まあそれも私相談を受けたんですけれども、大体その頃にかんちゃんも通産省を辞めると言い出して、まだ政治家になるって全く一言も言ってなかったと思うんですが、勉強したいと、もっと社会とやりたいというようなことを言っていて、すでに彼は灘高時代からの経験で関西でいろんなネットワークを若い人たちと作ってたと思います。でそういうことをもっとしてみたいと。で今思い出すとシンクネットっていうような言葉を使ってですね、そういうものをやりたいんだと。で松岡さんそっちですよねって言うから、うん、それは大事だと思うというようなことを言っていた時期ですね。でその後構想日本の動きなどもありながら、僕は半熟という半分の半という字で、半熟って自分が僕がつけたんですが、まあ、近世の上山君とかですね、
まあ、かんちゃんだとかいろんな連中に言われて、松岡さんの会を作りたいと、話を聞きたいと言われて、と思ったんだけども、よく分かんなかったんだけど、まあじゃあいいよと言って、名前つけてくださいって言って、半熟、卵の半熟ってつけたんです。その上山君っていうのはその後、まあ、知ってる人いるかもしれませんが、大阪行って、橋本知事大臣時代ですけども応援してましたね、今学校の先生やってますが、まあ、そういう連中が僕のだから非常に身近にいて、常にそこには鈴木官が出入りしていたし、時には熱心にその活動をしていたですね。で、まあ、話を飛ばして、まあ、その後松岡さんちょっと大学で勉強したいんだけれどもっていうんで、まあそれもいいんじゃないって言ったら、どっかの大学でもいいんでもまた行くのかなと思った、そうじゃなくて教えてみたいというので、当時の慶応の高橋純次郎っていうのに頼んで、ああこういう男がいて面白いと思うんだけども、あとはまあ任せるので、何か機会があったら採用したらっていうようなことを言いましたところ、まもなく慶応の先生に彼はなりました、SFC ですね。まあ、すでにさっき言いましたインターネットストラテジーを一緒に語り合った金子幸雄も SFC の看板教授として、頑張っていた時期でですね、それからのかんちゃんというのは非常に熱心に学生を教えてましたね。僕が勧めたんですが、エリヒ・ヤンツという人の、自己組織化する宇宙という、素晴らしいこんな熱い本があって、まあ、それを学生たちに読ませたり、まあ、自分でも随分学習していたと思います。でそれは2つ目の話ですが、そのインターネットストラテジーのようなネット社会というのが一つ彼の中にあったとすると、かなり初期からね。もう一つはその複雑系というか、そういう不確実な時代に複雑系というものの中にどうやったらオーダーが生まれるのか、どうしたらまあその仕組みが誕生していくのか、これが彼の関心だったろうと思うんですが、そのヤンツの自己組織化する宇宙っていうのはまさにそれを先駆的に書いたもので、その後カオスの淵とかですね、総転移とか創発エマージェントっていうことが随分議論になりましたが、まあ、そういうものがあったんだろうと思います。彼の中の何かとぴったりマッチングしたんだろうと思うんですね。そこで私は当時赤坂に仕事場があったんだけれども、学生たちもゼミ生もそこへ来たりしてですね、何度か、まあ、僕の持ってる本やそのヤンツの本を使いながら相当熱心に教えていたんじゃないかと思います。だからもうこれで彼は、まあ、大成するなと思っていたら、まあ、ある時にですね、松岡さんちょっと政治家になろうと思うんですがとかって言い出して、僕は大反対したんですね。やめた方がいいと、もうぐたぐたの世界だし、そんな綺麗じゃないし、いいこと言っててもなかなかそのことを成立させるためにいいことじゃないことを全部やらないといいことなんか成立しないから、まあ、ちょっとカンちゃんにはそういうの無理なんじゃないと、無理じゃないと言ったんじゃなくて合わないんじゃないと言ったんだろうと思うんですけどね。反対をしたんですが、いや、やっぱりやってみたいというので、まあよっぽどなんか彼の中にあるんだろうからということで、まあ、当時はバツというファッショングループがあったんですが、そこの松本力という社長亡くなってしまいましたが、何人か私も紹介をしてですね、応援団に回ってましたね、彼らがね。というわけで、その当時はまだ民主党が確立してない頃だろうと思いますが、あったんですよ。で、彼としてはその民主党の中に入って、で、まあ、僕から見ますと、当時そうやって参議院ですが、
当選していた何人かの中に、前から知ってるたくさんの人がいて、まあ、例えば通産省に同じようにいた、ま、あの松井浩二とかですね、こういう連中も私もよく知っていて、あのよく彼もいろんなところに来て、僕の話を聞きに来てたんですが、だから最初はカンちゃんは何を政治家としてやるんだろうなっていうのはあの分かんなかったんですね。ただ大変な勉強熱心で、私は連塾というのを資生堂の福原さんとの代表理事のもとにみんなにやってくれと言われてですね、シスコだとかオラクルとか、まあ、そういう社長さんたちが日本の話を聞きたいということなので、まあ、話し始めた時もカンちゃんは真っ先にそれをあの支える側に回ってくれました。まあ、その時にあのその連塾に仙石義人以下ですね、まあ、鳩山さんは3回ぐらい来てましたし、古川君とか松井浩二だとか松本剛明君とかいろいろ聞きに来ていたので、まあ、僕としてはなんとなくその新しい民主党の動きが多少あのトータルには見えていたという程度で、個々の誰かがですね何をするかというふうには見ていなかったんですね。でまあカンちゃんもどうするのかなと思ってるうちに、やっぱりすごいなと思い始めたのは文科省の文科副大臣に彼がなって、次々に実績を上げていったところを見て初めて、ああ彼はその前からシャドーキャビネットの時代からその教育文科行政というものに非常に先行的にパースペクティブを持ってるんだと、でまたテスト的なことを随分やったんだと、まあ、特に先ほどから話している金子育代と私は編集工学研究所っていうのをやってるんですが、それの代表を頼んで渋谷というのがいるんですが、その渋谷と、金子君とカンちゃんがですねコミュニティスクールという、まあ、新しい、プログラムを立ち上げて、それなんかも随分前から準備をして、もう僕が気がついた頃、あるいはカン、ちゃんが文科大副大臣になった頃はもうだいぶそれがあのできていてですね、極めて新しいあの教育力を発揮していたんですね。まあ、今はそれを考えるとやっぱりにあの日本の中に潜んでいるソーシャルキャピタルっていうものは見えるようで見えてないと思うんです。その中には文化的な伝統もあれば、スポーツもあれば、それから学校もある。だけどそういうソーシャルキャピタルを誰が取り出して制度化して支援していくかというものをしっかり作り上げていってるという、まだところに来ていない。で企業というものも CSR とかいろいろ言ってますけれども、まだそこまで行ってない。まあ、そういう中でカンちゃんが先行的にやってるものというのがですね、大変まあ今思うと実験的であり勇気のあることであり、それからまたしっかりした立脚点を持ってるだろうというふうに思います。さてこれからまあカンちゃんは3回目の参議院選の試練をね受けるわけで、大変だろうと思いますが、まあ私も外から、まあ、多少中の人も知っていたので全部外からではないんですが、民主党政権というのを見てました。で、まあ、いろんなことがあってですね、まあ、あのご覧の通りの政権を、まあ、剥奪される結果になったわけだけれども、まあ、随分あの民主党の中でも反省があったろうと思いますね。でそういう中で、まあ、カンちゃんが新たにあの3回目の参議院選に、出て戦おうとしている時への、まあ、僕なりの応援メッセージを2つ3つ言っておきたいと思うんですが、まあ、あのカンちゃんのいいところというのはですね、やっぱり彼 の, あの個人的な信念、自分が培ったネットワークにその信念を投入して、ある短期間に、
成果を上げていくと。でその普通上げていった成果っていうのはフルーティーなもので、こう結実という言葉にあるようにこうまとまっちゃうんですね。でそういう例はもちろんいっぱいあります。だけど彼のその結実成果というものはですね、広がりがあると、つまりもともとシンクネットとかネットワーク的な場の思想があるから、そこでまあ組み合わせていったものも、出来上がったものがこうまた広がっていったりですね、複雑系のまま、もうちょっと言えば創発力とか、やや難しい言葉になりますがノンリニアな、そういう良さを持っていると。あるいはフラクタルな幾何学の思想はそういうものなんですが、あるものが小さくても大きな模様と似ていると。これ大小が普通は部品と全体のシステムっていうのは、部品は部品なわけですね。歯車が自動車全体に似てるわけではないんだけれども、実は社会というのはですね、小さな一人の妊婦の出来事とか一人の先生の出来事が社会全体である場合があるわけですね。非常に似ていると。でカンちゃんの良さっていうのはそういうものを見抜くだけではなくて、そういうことを作りたいと思ってるところにあるだろうと思いますね。ただそれが民主党政権時代に、副大臣で最後終わったんだけれども、もうちょっとやってみたかったんだろうと。だから僕は彼が政治家であり続けることに必ずしも賛成してないんだけれども、しかしやり残したことがあるという思いも一方では分かるので、なんとかそれを貫いてもらいたいとは思います。一方ですね、その民主党が抱えてしまった何かこうまずさというものが鈴鹿にはなくて民主党の他の人にあるわけではないので、鈴鹿の中にも民主党の曖昧さ、軽々しさ、無礼なところ、こういうものが潜んでると思うんですね。僕は随分、付き合いだけは付き合いましたが、本当に何かこうクソ真面目に真摯に何かを突っ込んでいたり、無駄口を叩かないという党員は非常に少なかったですね。おしゃべり、軽率、人の話題にすぐ乗る、今の話題が変わっても平気、やっぱりそういうコンシステンシーっていうものに欠いてきたのが民主党だったと思うんですよ。だからこういうことにはかまけない、カンちゃんなりのですね、断固としたものを貫かないとダメだろうと思いますね。ということは、ある意味では参議院選がどうなるかわからないけれども、あなたのですね、カンちゃんの持っている信念が日本というものをね、どういうふうにしていったらいいかというものにやっぱり向けていってほしいと。無論通り党略も大事だろうと思うけれども、それを超えた視点も戦いには必要だろうと思います。最後にちょっと、趣味の話をしておきますが、そんなにいつまでもオレンジのネクタイにこだわらなくてもいいように思うけどね、ブルーもいいと思いますよ。それからもちろんノーネクタイもいいかもしれない。それから最近マスメディアについて疑問を持っていると思いますが、これは正しいと思います。で、上杉君をはじめですね、いろいろこのメディアに関しては日本はどうなんだろうという思いを持っている人がいっぱいいる中で、これにこの戦いを挑んでいるわけではないんだろうけれども、それなりに改善を求めようとするというのはやっぱり小さな声かもしれないけど、非常に大事だろうと思うんですね。で一方、そのメディアというのはリテラシーの世界なので、言葉なわけですね。で日本というものを面白くしていくには、あるいは良くしていくためには、この言葉というものをかなり深く見つめる必要があると思うんです。で僕が見ると日本のマスメディアってそういうことしてないんですね。全く個性だけ、誰であれ、ニュースキャスターが誰であれですね、
コメンテーターが誰であれ、その言い方なんですね。それは慎太郎でも誰でもそうですが、そういう日本語なんですよ。だからみんな日本語の中身、つまり英語というものがアングロサクソンの中でエクイティだとかカンパニーだとかですね、リミティッドというようなことを本当に作ってきて、そしてそこにレキシコグラファーが行って、全てのカテゴリーというものとコミュニケーションというものと政治とあるいはマーケットというものを言語的に完璧に作り上げてきたことに対して、日本の、ね、政治家とかジャーナリストの言語っていうのは自分の癖で喋ってる。こんなことでグローバルなりっこないです。だからぜひカンちゃんはですね、鈴木カンの言葉というのを日本語として、投与して、素晴らしいメッセージをまずは、都民に、そして国民に、さらには世界に向かって、紡いでって、ね、もらいたいなというふうに思います。応援演説かどうか分かりませんが、まあ、きっと応援になってると思います。よく頑張ってください。